これね、島津の初代の方なんですよ<ー>島津の第一代、えー、島津家島津家の、はい、ずっと今でも続いている島津家の初代の人なんですが、はい、その人を辞党に任命しただけどねこれが頼朝が、はい、あの土地を与える時に出せるギリギリの文書なんですわ、はい、かりますどこが変だかつまり 何かの土地を、この土地をあなたに与えるよって言ったときに。自党っていう役職に任命することしか頼朝は、頼朝ですらできないんですうん、うん。あ、もう土地自体はあなたのものですよとは言えない,いうことな、ね。言えない。だから、この土地はあなたのものです。うんはい、私が全部保証しますってことは言えない。うん、言えない。うん、で、私と、それから、例えば、ここで言えば。 あの伊勢神宮様が、あまあその上には多分天皇がいらっしゃって、みんなであなたの土地支配を公認します、認めますっていうことなんですね。それがやはり基本的には日本の国土全部公領であるっていう。公領であったり、まあそうそうっていう考え方に基づく。そうか、荘園のもとも公地公民っていうことですから、そういう形になっちゃうんですね。 だから逆に言うとうそういうなんか難しい理屈を作らなきゃいけないほど、はいはい、まだまだやっぱりもう頼朝が全部俺がやるから皆さん結構です私だけやりますからって言えるんだったらんそんないちいちこんな持統の官職っていうのを残す必要ないんですもん。んでね これが結局頼朝の限界なんですだから、うん、なんで頼朝は朝廷を潰そうとしなかったんですか、はい、天皇を否定しなかったんですかって僕よく聞かれるんだけど、はい、こういう形でしか土地所有が認められない以上、うんうん、天皇を否定すすするわけにいいかないんででよ、うん、そうですね、うん、でこれがね一つ頼朝のこういう土地を与える形。はいはい うん、でこれはだから幕府の中でも一番最高の文書なんです、うんはい、これ足利孝氏なんですわからないさっきのとどう違うのかが分かりません孝氏と頼朝はサインですから <laughs>、はい、それぞれ形がその人特有のサインであるわけですね、はい、なるほど。でこれはどういうことかというと読んでみると、はい、下す小笠原兵庫之助正永、はい、小笠原正永という信濃の武士に対して、うん 美濃の国の中川の三クリアっていうところの自統式に任命しますよって言ってるわけですね。三、ね、クリア出ましたね。また三クリア出ましたね。ミセジンですか。うん、はい。でそれでその美濃の国岐阜県の、うん 中川のミクリアを、はい、あなたにあげるようなんだけど、うん、それの表現の仕方としては、はい、またあなたをそこの地頭に任命します。はい、なんですね。だから、うん、足利尊氏は源と頼朝とほぼ同じような力しか持ってないってことなんです。うん、でこの少炎勢のその全体の枠組みっていうのを、うん、足利尊氏も壊せなかった。うん、なるほど。 だからあの、まあ、当時の足利尊氏っていうと、うん、北朝と南朝という天皇家が分裂する朝廷が分裂するわけだけど、うん、それを両方とも否定することなんて、うん、とてもできなかったっていう話になるんです。でね、はい、これが劇的に変わるのが3番です。はいはい、これは 何かっていうと、はい、浅野家の文書です。うん、で一番最初のところの出だし見ていただくと、貝の国のこと、うんはい、不助、せしめ、あこれを不助せしめ、おわんねつまり味わかりません。ああ、いいです。ね。それは全然構わないですけど、<laughs> 貝の国を、はい。 お前にやるぞって言ってるんですそれでそれは誰がやるぞって言ってるかというと、はい、その一番最後の方に文禄二年十一月二十日かな、うんはい、えって書いてあって、はい、それであのかサインがしてあるでしょう、はい、これこのサインはこれ誰ですか豊臣秀吉 <laughs> これどうやって読み解けるんですか、先生。あの集めるんですよ。でこの格好しているのは誰だっていうのはわかる。でこれはちなみに言うとことごとくっていう漢字を。デザインするとこれになるんです。はい、で豊臣秀吉が、はい、まあこういうお前に。甲の国ある、はい、山梨県にある。石高でいうと二十二万国だっていうことを言うんですけど。はいはい、宛先見ると浅野さんなんです。はい、浅野家文書でまあここに二人書いてあるのはこれ、はい、親子。 浅野長政と浅野雪長という親子が、はいうん、あの海の国を秀吉からもらってるんです。なるほど。で、うんらうん、分かります？秀吉がもう許可を出しちゃってますね。そうですそうです。そこあんですよ。あげられる立場になっちゃったんですか？うん、でしかも自刀もクソもないんですよ。そ、はい、うですね。でも全部やるよって言ってるんです。はいうん、で。 こうなっちゃったら浅野長政幸、はい、長親子は秀吉の名前で山梨県貝の国すすべてを自分ででで所有できるん,ですんだから貝の国の田畑も山や森も森林もねそこに住んでるタヌキもいやタヌキ住んでるかどうかわかりませんけど <laughs> 川が流れてたら魚も、はいうん、みんなお前たちのものだ。 でもしもお前たちの権限を犯すやつがいたら俺に言ってこいと、うん、俺が何とかしてやるだからここにはもう秀吉しかいないなそうですねなんか,かりますちょっと朝廷をえ超えてるというかそうです関白の地位があったからですかいやいやだから同じ関白っていっても、はいはい、秀吉の関白っていうのは別に何ていうかな 天皇の代わりをするのが、うん、務めるのが官白ですね。はい、藤原道長も確か官白やってたんじゃないかな。うん、うだかそのそ、ね、同じ官白と言っても、中身が全然違うんですよ。うん、違うんですねで。特に秀吉の場合は、明、うん、の皇帝から日本国王にも。任命されてたわけで。はいはい、そうすると、秀吉の段階では、もう秀吉はだから、関白であったから。うん、天皇を否定できなかったっていう議論は。 うん、この文書から見たら成り立たないんです。成り立たないですね。なんかやっぱり秀吉が天皇制をちゃんと維持したのは他の理由を考えないといけない。そうい、ん、うことなんですね。そういうことなんですね。ううで,すねでもこうやって荘園っていうもの概念というんですかね、うん、ものはだあのいつしか消えていってしまうものなんだと思うんですけど、なんか終わりの始まりのような雰囲気で。うん どうやって消えていくのかもし簡単に教えていただけたら,だら結局もうこういうふうに秀吉がですね要するに「俺が全部面倒見るよ」って言ってるわけだからこの時点ででうがないんですよその秀吉みたいに「俺が全部面倒を見るよ」って言ってるのは、はいうん、日本全体に対しては日本を統一した秀吉だから言えるわけ。 なるほど武士がこう台頭していってその力が大きくなっていくとともに、うん、荘園が消滅していくみたいな流れになるんですね。で,でだからその元になってるのは信長ですね。うん、ううで,ねでさらにその元になってるのは各地域だけ、はい、だけけど戦国大名ですは自分の土地をのことについては私が責任持ちますっていう権力体、はい。それが集まって信長になり、うん それが徹底されて秀吉になるそういうふうに考えていく はい、なんかなんとなく流れが分かってきました。分かってくださった。鎌倉時代、うん、あの前回も学びましたが、自盗という人たちがいらっしゃいましたね。ええー、寄りが全国に、全国にというかその必要あらば猫置いて許されたね,のね勢力を拡大していくっ,っていう。はい、その人たちっていうのは荘園にとってどんな存在だったんですか。はい、あの、はい、素晴らしい質問をしていただいてありがたいことなんですが、はい、結局あの下士在住 町領主の人たちはまあ、領家に守ってもらうと、はい、だけど領家って京都にいるわけですね、はい、で例えば関東の<ー>まあ、当時で言えば田舎に、うんうん、あのまあ、トラブルが起きた時に、はい、領家はすぐには助けてくれないわけですよ、はいはい そうでですすねねいいなだからそういう意味で言うと、はい、関東の田舎に住んでいる在地漁師たちは「はいうん、俺たちを守ってくれる人はいないかな」ということでなるべく京都ではなくて、うんうん、もう俺たちのすぐそばにそういうふうに俺たちの権利を守ってくれる人を設定しようということで選んだのが、うんうん、源の頼朝だったということになります。 なるほど、そういう風に繋がってくるんですね。宮本の頼朝と、はい、それから在地領主たちは、うん、主人と従者の関係を結びます。で、えー、家来になった在地領主たちは戦いの時には、はい、頼朝様のために命を投げ出して戦います。うん、いうことを言うわけですね。で、その見返りとして、はい、頼朝があなたの今支配している土地は？ 私源頼朝が、うんうん、あなたのものであるっていうことを保証しましょう<ー>っていうことになるんですね。なるほど <で>うそういうふうな形で、はいえー、在地領主たちは自分の土地が正当な所有者であると、うん、その土地の所有者であることを源の頼朝に認めてもらうっていう形を作るわけです。うん、だからここが割と分かりにくいところだと思うんですけど、はい、彼らは荘園領主との関係を切ってるわけじゃないんですよ。 荘園領主との関係を切ったわけじゃなくて荘園領主、領家だったり本家から見ればこの在中領主は下子なんです下子のままなんですところは頼朝から見ると彼らは地頭という言い方に名前が違うだけなんですなるほど、同じ人たちを指すんですねそうなんですだからそういうところでえっとまあ土地所有というもののあり方が あのまあ、源頼朝はあのその在地領主の土地の在り方を認めるっていう形で認めてやるから俺のために命をつくあの投げ出して働けっていうことを命令できたわけね。 なるほど。これでなんか前回の武士とは何かっていうことのなんかねこう中身とこう少しつながってくる感じがしますね。そ園、ね、のねことと。そうでしょう。はい。それでさらに言うと今度はあの京都の近くにいる武士っていうのもいるわけですね。だからそうなると当然京都の近くにいる武士たちにとっては両家とか本家の人たちは割とすぐに助けてくれるんですよ。 だから頼朝なんかに忠義を尽くす必要ないんです。はい、なるほどはだから鎌倉幕府っていう秩序そこにはそういう人たちは参加しません,、うん、うんじゃあ頼朝さんは割とその京都以外というか関西以外のところにわりと力を関東まあ関東中部におぐらいな力を <laughs> あのまあ発せることができたというかそういう形ですね。うん 質問来てます。広陵はいつ消えたのでしょうか。広陵。はい、広陵って言うんですか。広陵はいつ。消えたのでしょうか。えっと、まあ、荘園と一緒ですよ。だから。あの、天皇の、まあ、っていうか、朝廷の、あの、まあ、領地。というのも、荘園と一緒に消滅しました。だから、戦国大名が台頭してくると。例えば、武田信玄で言えば、甲の国の。 綱領はなくなっちゃいました。荘園もなくなっちゃいました。で、それが集まってくると信長っていう権力になって、そこでも綱領はなくなっちゃいました。で、天皇にはあ、朝廷にはそれなりの、はい、まあ、なんか領地を差し上げる。そういう形になるわけです。変化しているわけですね。はい。じゃ、あ次の質問いきますね、はいえー。なぜ鎌倉時代の朝廷は独自の武力を組織して。えー、東国の武士を支配しなかったのでしょうか。 やろうと思ったんです。あ、だから条件の欄で負けちゃったんです。うん、ああ、なるほど。<laughs> 一応トライはしたということで。トライはしたんです。はい。だけど、うん、あのまあ自分の領地をしっかり守ってくれる鎌倉幕府と、はい、まあなんか守ってくれるんだけど頼りねえなあっていう朝廷とではちょっと戦った時に幕府が勝っちゃったってそういうことですね、うんうんはい。なるほど。はい、じゃあもう一つ最後です。はいえー、農民から荘園領主に。 大出世みたいな例はないのでしょうか。荘園漁師にはなれません。やっぱ身分制っていうのが割とあるから。だけど武士にはなれますね。だからその農民がまあうまく立ち回って、それでその地方の有力者になって、が何代かかけて、まあ支配者になって武士にはなる。だけど貴族っていうのは世襲ですから。 あのよそ者は受け付け付ませんなるほどだから園領主にはなれななれい、うん、といとうことですんんかあのこれまだ書いてあるんですけれどもそのいざという時農民の人たちなんか困ったことがあった時、うん、両家本家に、えー、頼れば京都から武士が送り込まれてくるのでしょうか、うん、と書いてありますがたまにですね、うん、まあ本当に訴えるっていう事件は起きました。うん うん、だけどあんまりちゃんと聞いてくれなかったんじゃないかなあこう場所にもよるっていうこの、ね、はい、やっぱり関西に近いほど朝廷は力があったし、ええ、東国に近いほどやっぱ武士の実行力が強いというか武士のやっぱりね、うん、あの武力がえげつなかったので、うん、朝廷はそこまで手出せませんと。 なるほど。うね、そういう地域差も、まあ、あったということです、ね。だから、その、本当に、だから、武士がね、うんはい、そういうことになると、農民、本当に救われないじゃないですか。はい、で、農民を、本当に、助けよう、うん、あの、農民を、可愛がってあげよう、っていう気持ちを。武士が持ち始めるのって、うんはい、鎌倉時代も、50年ぐらい経ってからです。あ、前回の、武民っていう、ね。そうです。武民。うん、で、朝廷の特性、はい、朝廷が先なんですよ。朝廷が特性やろうぜ、って言って。はいうん 鎌倉じ幕府も、はい、あそれいいですね俺たちも真似します、うん、って言って、うん、な,なんとなくやっぱそこから、うん、本当の意味での政治が始まる、うん、そういう感じですだからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度が全ての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると